どうも皆様こんにちは、初瀬マンです、お店の前までやってまいりました。では早速オーナーのカメラマンの新井選手に、お話を聞きたいと思います。では行きましょう。見ました今内観を。すごい綺麗ですよね。でも僕も切っていただけるということで、美容師の鹿島さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は僕すでに短いんですけど、はい、ちょっと整えてもらってもよろしいですか。いい感じにかっこよくします。ありがとうございます。お願いします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらがセットメニューになってます。おこちらで感覚を湧きながらゆったりとしたスペースで切らせていただきます。君の鏡で視界を映るので。おお。こんな感じで、はい、3席ありますね。ところどころおしゃれですね。で、こちらがシャンプー台になってます。リゾート感ありますね。はい、完全にフラットになるので。おお。寝ちゃいそうですね。もう寝れるようにしっかりとここになっていただきます。はい、ちょっと、はい、あ、ダームレスリングじゃないの。いやあれ、カツロン TV だから。そうですね、これいつもやってるじゃないですか。ちょっとこういう感じで。あ、これはレフターのレフターですよ。新井選手じゃないですか。ちょっと熟年レフターの新井です。ちょっと気づきませんでした今。今日はね、はい、ちょっとハスマン TV にお願いして、はい、ここはですね宣伝してもらおう。ここは何かという美容室です。美容室、分かってます。そしてミスター鹿島。はい、鹿島さん美容室です。よろしくお願いします。お願いします。あ、胸すらじゃないですよね。この美容室全部お任せしてます。あ、はい、マネージャーです。マネージャーなんですよ。素晴らしいですね。で、今日ねちょっとね、私今までこの姿しかお見せしてないじゃないですか。そうですよね。左利きで肘が、はい、ちょっと抜いてそういう流れでございます。今日ちょっとね、こう仕事風景を、あ、はい、それで YouTuber でもある桜子さんっていうグラビアさん今日来てるんですよ。そうなんですか。はい、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTuber さんだったんですね。 YouTube になってます。日本美人っていうチャンネル名で6人組のユニットでやってるんですけど、はい、巨大ハンバーガー作ったりバンジージャンプしたりバンジージャンプですか。でもガチですね。ふわっとした YouTube をやってるのでよかったらチャンネル登録、ちょっと見に来てくれると嬉しいです。今日は一応写真家だぞというところをですね、はい、お見せしようと思いまして。アムレスラーじゃないんですよね。ここ今は写真家ですよ。あ、そうですか。で、私の仕事風景をね、はい、ちょっと見てくださいよ。はい、私が今から撮りますから。わかりました。いきますよ。いいよ、かわいいよ、いくよ、おい、あ、いいね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 、くれるね。じゃあね、ちょっとね、どうしようかな。もう、いくよ、いくよ、はい、チーズ。おお、おお、さすがですね。ちゃんと撮れてるぜ。ちなみに写真家が絶対言わないセリフのナンバーワンはですね、はい、はい、チーズ。あ、そうなんですか。はい、もう、行くぞ、行くぞ、はい、チーズ。アムレスラーにしようか。あ、そうですか。頑張ります。美容師アムレスラーですね。でもね、切れなくなっちゃうからね。そうですよね。肉痛ダメなんで。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。鹿島さんは、はい、美容師歴どれぐらいなんですか。12年になります。ベテランですね。頑張ります。まだまだこれからです。大阪でやってから東京行って表参道でやってから成城学院行ってからのことです。高級サロンといえばなんか僕はなんか勝手なイメージ、表参道とかイメージありますね。なんか運動されてたんですか。野球と、はい、子供の頃空手をずっとやってました。え、じゃあもうすごいアームレスラー向けじゃないですか。でもね、骨が弱いんですよ。15回骨折してるんですよ。15回骨折してる。15回ですか。はい、31年間で。
野球やってる時とかですかね、空手やってる時とかにもあるし、なんか学校でふざけてて折れちゃったり、じゃあハムはやめた方がいいかもしれないですね。憧れはあるんですよお店によっては禁止のお店も、腕相撲ですか。腕相撲と体育と相撲も禁止のお店多いんですよ。まあ、やっぱりその手を怪我しないの、手が命ですもんね。プロフェッショナルですね、徹底してるというか、手は大事にしないと。やっぱりなりましたすごいっすね、ありがとうございます。こんなかっこいい髪にしてもらったのは初めてですね。様、あ、あれそうですね。何その本は。あ、あらららごめんなさい、ちょっと、はい、いつの間にか。あ、これ新井さん本人じゃないですか。ありがとうございます。すげえ。写真を撮られるテクニックがですね、はい、書いてありまして、はい、これを一冊網羅すると、はい、必ず写真写りが変わるよという本でございます。今日あります？在庫あります。あ、じゃあ買っていきます今日。いえいえ、何をおっしゃいます、ぜひ買ってくださいありがとうございます。この本を買うと、とても喜びます。今カメラマンは新井です。これミスター川島、はい、ここはどういうコンセプトであれ切ってますか。この上の長さは変えずに、うん、スキーを軽くして、うん、ここでスッキリさせたので、うん、これからちょっと暑くなってくるにつれて、涼しそうですね、ちょっと楽な感じ でこの辺だけ遊ばせてもいいんですけど、ここをとりあえず第一段階、はい、ここをスッキリさせて、はい、もっと暑くなったらここ行けるようにちょっと段階を踏めるように、あ、ちょっとこの長さを残してみました。さすがミスター川島、体がフラットになるシャンプー台です。お、今寝ちゃいそうですね。カッセマン、まっすぐです。皆さん、このマッサージがとんでもなく気持ちいいですよ。今シャンプーしていただいたんですけど、めちゃめちゃ気持ちよかったです。 ありがとうございます。大丈夫ですか。あ、いや、嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これがプロの腕ですね。素晴らしいです美容室自由に、ぜひお越しください。美容室っていうとなんか女性の方がメインで来るようなイメージありますけど、三鷹島はメンズもかなり得意としてます。ありがとうございます。そして私がその後写真撮って自分だけのね、宣材写真っていうかね、はい、そういうプロフィール写真あってもいいんじゃないですか。そうですよね。ぜひ私に撮らせてください。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなニュース皆さんないですか。ありがとうございます。いや、これも本当すごいですよね。画期的ですよね。これはですね、カット料金に入ってるんです。通常これ写真だけ撮るよってなると、普通写真カメラスタジオとか行くと2万円とか。そうですよね。すごいですね。カット料金教えていただいていいですか。カット料金今5000円ですね。5000円です。はい、1000円で5000円でカットシャンプー全部やって、撮影して、そのデータを携帯にスマホに転送する、これ全部の料金です。素晴らしいですね。今度ここに皆さん来てください、ぜひ。はい、待ってます。ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。新井選手の本も皆さん買ってください。よろしくお願いします。します。